アレッシオ・チェルチは、イタリア・ベッレトリ出身のサッカー選手。元イタリア代表。ポジションはフォワード。AS ローマのユース出身。2004から05シーズン、カンピオナートプリマベーラ優勝を果たしたことで注目を集める。レンタル移籍したセリエ B のブレシア・カルチョでは、活躍できなかったものの、ピサ・カルチョでは、 ジャンピエロ・ベントゥーラ監督の指導下、26試合出場で10ゴールをマークした。2008から09シーズンはアタランタ BC へレンタルされ、2009から10シーズン AS ローマへ復帰。2010年8月26日にフィオレンティーナに完全移籍することが発表された。2010年11月7日のキエ営ボ戦でセリエ A 初得点を記録。 2011年4月23日のカリアリ戦では、自身初の2得点を挙げた。2012年8月23日に、トリノ FCA、共同保有での遺跡が発表された。遺跡初年度から、トリノの攻撃陣を牽引して、セリエ A35 試合出場で8ゴールを決め、シーズン終了後にトリノは共同保有権を買い取った。 翌2013から14シーズンはさらに数字を伸ばし、リーグ戦37試合出場で13ゴールを記録した。2014年8月31日、アトレティコ・マドリードへの移籍が発表された。しかし、ディエゴ・シメオネ監督の下で、出場機会に恵まれず、早くも11月には他チームへ移籍の可能性を示唆した。 2015年1月、AC ミランへ2016年6月まで、レンタル移籍すると発表された。2016年1月9日、セリエ第19節エース、ローマ戦にて、メンバー外であることを通告された後、カジノに行っていたことが発覚。これが問題視され、ミランから放出されることが、決定的となった。2016年1月、ジェノア CFC に、 半年間のレンタル遺跡が決定。2016から17シーズンはアトレティコに復帰するも、出場機会はほとんどなく、2017年6月末で退団し、2017年7月10日、エラスベローナに加入した。2018年8月、トルコの園系アンカラギュジュに1年契約で加入。翌2019年8月には、 セリエ B の US サレルニターナ1919 19に加入した。2020年10月9日、セリエ C の SS アレッツォと契約した。しかし、翌年4月23日、2023年6月まで結ばれていた契約が双方合意のもと、打ち切りとなった。U-16 代表から各年代の代表に選出されている。 2007年から2009年まで、ピエル・ルイジカ・シラギヒキール U-21 イタリア代表に選出された。ありがとうございます。